初代から五代目までのベルギー王の共造ベルギー王の一覧は、ベルギーが1830年10月4日に、ネーデルラント連合王国からの独立を宣言して、以降の歴代王の一覧である。ベルギーは国民的君主制を採用している現在唯一の国家であり、君主はその称号として、ベルギー国王ではなく、ベルギー人の王を用いる。 1831年6月4日、国民議会によって、ザクセン・コーブルク・ゴータコエルンツと一世の弟、レオポルトが王に指名された。ザクセン・コーブルク・ゴータ家は、ベッティン家の分家であり、一族からは、ブルガリア国王フェルディナンド一世、ポルトガル国王フェルナンド二世、イギリス王イアルバートなどを輩出している。レオポルトは、同年7月21日に、 レオポルド一世として、初代王に即位した。1920年、第三代アルベール一世は、第一次世界大戦の対戦国であった、ドイツ国の地名に由来する、サクスコブール・ゴータという仮名を公的に使用しない、ことを決めた。以後は国名を仮名として用いている。1991年、憲法改正によって、レオポルド一世以来の男系男子継承を廃止し、女子にも、 大位継承権を認めた。現在の大位継承権者は、レオポルド一世の直系未経及び着出の子孫と規定されている。ありがとうございます。